どうもこんにちは、マイクラやってるかい？みんな、2023年もありがとうございました。これからもよろしく。ってことで、今回は2023年に投稿した動画の中から、おすすめの動画をランキング形式で紹介するぜ。まずはこの動画だ。序盤に作るべきおすすめの装置10選。これはタイトルの通り、サバイバル序盤で作れるおすすめの装置を紹介したものだ。対応バージョンは 1.20 で、統合版限定となっている、自動で魚を生成してくれる装置や、かまどの装置などなど、全部で10個紹介しているんだが、作り方頭では紹介していないんだ。あくまでもどういう装置でどういうことができるのかだけを紹介している。他の YouTuber さんが考案したものを紹介していてな、その方の名前とチャンネルももちろん概要欄に記載してある。動画を見て気になる装置があったら、その方のチャンネルへ行き作り方を見ることができる。ちなみに動画に出ているのは私だけではなく、秘書くんも出ているんだ。秘書くんの質問は結構的確だから、みんなの気になる部分がわかるようになっていると思うぞ。あとな、作りやすさレベルというのも設けている。これがあることによって、マインクラフトであまり装置を作ったことがない人でも、この装置なら作ってみようって思えるはず。これ再生数がだいたい24万回再生いっているから、装置に興味があってもなくても、ぜひ見ておくれよ。今年の装置紹介系の動画の中では、多分これが一番再生数が高いかもな。次はこの動画だ。はい、私以外にもアサギとカエモンが映っているぜ。何を隠そう。アサギの研究所とマイクラまとめ局のコラボ動画なんだ。隠していた真実を話しますっていうタイトルの動画のため、タイトルを見て何か重大発表があるんじゃないかって不安になった人もいると思う。でも内容は私とアサギ、そしてカエモンの馴れ初め話だな。アサギとは一体何者なのか、カエモンは何者なのか、そして私と二人はどういう関係なのか、そういうのを詳しく紹介しているぜ。このコラボ動画の内容はあまり語らないでおこう。本編をしっかり最後まで見てほしいからな。どうしても気になるっていう人のために軽く説明すると、アサギは苦労人ってこと、あとカエモンっていう人間かモブなのかよくわからない奴の正体も明かされているから、アサギの研究所の視聴者もぜひ見ておくれ。ちなみにこの動画、アサギの研究所の方で続きが投稿されているぞ。馴れ初めを話した後、ちょいと問題が発生して、そのことについて動画にしているぜ。これはアサギの研究所での動画になっちゃうから、語らないでおく。みんなぜひ見てくれ。それでちょっと重要なことがあってな、この動画厳密には2023年の動画じゃないんだよね。ただどうしても紹介したかったから、今回ピックアップしたぜ。今までと経路が違う内容になっているけど、面白いんだよ。だからみんな見てくれー。続いてはこの動画だぜ。これも装置の紹介をする動画になるんだがな、一番最初の誰でも作れるような装置じゃない。装置やレッドストーンを極めたものにしか作れない極上の装置なんだ。そんな装置を作る人を、私は勝手に、作業中と呼んでいる。動画のタイトルは、作業中が作るヤバすぎる装置まとめだな。ちょっと前までは割と頻繁にその動画を出していたけど、最近はあんまり出していないな。この動画で紹介している装置はもう別次元。普通に作る装置だったら、アイテムを効率よく精錬するものだったり、アイテムを仕分けるものだったり、いろいろある。せいぜいサバイバルに役立つぐらいだな。でもこの動画で紹介しているのは、ワールドを大きくえぐるようなとんでもない装置から、村人をこんな風に、たくさん用意した特殊な装置を作るんですわ。用途は様々なんだが、どれもゲームバランスが崩壊レベルだぜ。装置そのものと、作っている様子は引用動画を用いて紹介しているが、とても真似できるレベルじゃない。この動画を見る際は、世界にはこんなのを作る奴がいるのかやべえ。っていう程度に考えればいいぞ。作業中シリーズっていくつか動画を出しているんだけど、今年だと、多分この動画が一番再生数を稼げているんじゃないかな。みんなもぜひこの動画を見ておくれ。YouTube の検索欄で、マイクラまとめ曲、作業中って入力したら色々出てくるはずだから、それもまとめてみるといい。作ってみようって思う人もいるかもしれないが、これだけは言っておく。作るのはおすすめしないっす。次はこの動画だぜ。これは、マインクラフトのギネス記録に関する動画を紹介しているものになるぜ。ギネス世界記録はみんな知っていると思う。実はそれってマインクラフトでも挑戦されているんだよ。今映しているのは、世界で一番大きいとされているピクセルアート。ピクセルアートっていうよりほぼイラストみたいになっているのがわかる。その他にも、世界で一番ダウンロードされたテクスチャパックってのも紹介しているぜ。どれもすごい白物ばかりだぜ。ちなみに、これは秘書くんと一緒に紹介しているぜ。わからないところを秘書くんが質問してきて、私が解説しながらそれに答えていく感じになるぜ。で、この動画の一つの特徴として、クイズを設けているんですわ。マインクラフトでなおかつギネス記録に関するクイズだから、知識がある人はぜひとも挑戦してみるといいぜ。まあ、正解したからといって何かもらえるわけじゃないけどね。このマインクラフトギネス記録の動画、これだけじゃなくていくつ
つか出しているぞ。その中でも一番再生数が取れているのがこれだから、ぜひとも見てほしい。ギネス記録に興味がある人は、他の動画も見てくれよな。でもな、ギネス記録ってどうしても限定的な要素になっちまうんだ。紹介できるものが少ないから、最近はギネス記録に関する動画を出していなかったんだ。まあ、新たなマインクラフトギネス記録が達成されたら、動画にしたいと思うから、その時まで待とう。次はこの動画だ。タイトルがちょいと長いんだが、奇妙なものシリーズとでも、覚えておくれ。世界各地のマインクラフトで出現した、奇妙なモブやものを、紹介するシリーズなんですわ。どちらかというと、都市伝説に似ている動画なんだけど、映像を垂れ流しにして、その後に映像を解説しているから、他の動画と比べると性質が全然違う。わかりやすく言うと、よくテレビでやっている、衝撃映像みたいな感じ。そのため、再生時間も結構長くてな、だいたい24分から30分となっているんだ。長いから見る気になれないって思うかもしれない。でも、一度見てみて、不気味な映像ばかりで見入っちゃうから、奇妙なものシリーズはマイクラまとめ曲の中でも、人気がある方だからな。最近まで、再生数が低迷していたから投稿しないでいたんだけど、もう一度再開したら、人気が戻ってきたんだよね。この人気が続くようだったら、まだまだ続けるぞ。そんで、この動画の最初でな、私の家族のことを紹介しているんだよ。まあ知っている人は知っているやつだな。一言でまとめると、家族が最強ってこと。ここは本編と関係ないから、流し見程度に見てちょうだい。マイクラまとめ曲では、都市伝説のイメージが強いかもしれないけど、他の動画ももちろん、この奇妙なものシリーズも面白いからな。ただ、ちょっとグロテスクなものも映るようになっていてな。そういうのが苦手な人もいるかもしれないから、一応注意しておくぜ。続いては結構最近の動画、知ってると得する隠された雑学、小ネタ検証11選だぜ。タイトルから、マインクラフトの雑学や小ネタを紹介するものだと予想できる。しかし、実際は私が裏技や小ネタを検証するものだぜ。知っている人は知っていると思うんだが、海外のマインクラフト動画って、本当かどうか怪しいやつが、すっげー多いんだよ。だから私が本物かどうかを調べてたんだよ。正直、この動画の撮影は結構大変だったっす。可能な限り、海外の動画を再現しようとしていたから、もう失敗しまくりよ。途中でやめようかと思ったほどだぜ。でもその甲斐があって、再生数は30万と私のチャンネルでは多い方になったぜ。やはり、結果がどうなるかわからない検証系はいいな。実はこれって、アサギの研究所で、アサギとカエモンがやっている、海外検証から着想を得たんだよな。いや、着想を得たっていうかそのまんまやっていますわ。アサギにはすまねえと思っている。あ、そうそう。この動画にはもう一つ特徴があってだな。失敗ゲージっていうのもあるんだよ。まあ、これが溜まれば罰ゲームになるっていうやつだな。これマジで嫌でした。この動画で私が罰ゲームを受けるのかどうか気になる人は、ぜひ見に行ってくれよ。最近は検証系の動画はやっていないんだが、視聴者のみんなはどう思っているのかな？もう一度やってほしいとか、もっと他の動画を出してとか、よかったら意見を聞かせておくれー。続いてはこの動画だ。マイクラ 1.20、ヤバすぎるバグ11選だぜ。11選ってかなり中途半端なんだけど、ちょっとそこは気にしないでほしいっす。マインクラフトって自由度がめちゃくちゃ高いのが強みなんだが、やっぱりゲームなのでどうしてもバグが発生しちまう。それの紹介ってわけ。その中でもバージョン 1.20 限定のやつになるぞ。序盤は呪いに関するバグ、っていうか消滅の呪いについて触れているな。呪いって単語が出てくるから、都市伝説だと勘違いしかねないぜ。あとは、絶対にドロップアイテムか不可能な、怪しげな砂や怪しげな砂利がドロップアイテム化するバグや、シュルカーボックスが開かなくなるバグを紹介している。動画の後半では、統合版でしかできない、バグ装置を紹介している。どれも私が実践しながら紹介しているため、かなりわかりやすい構図になっているぞ。正直バグ技って、推奨しない行為だから、ぜひやってみてくれ、って言えないんだよな。だから、私の動画を見て満足してくれ。どうしてもやりたい人は、自己責任でな。バグ技を紹介している動画は、2023年以外のものを含めると、結構たくさんあるぞ。バージョンを限定したものから、統合版か Java 版に限定したもの、いろいろあるぜ。最近見始めた人とかはぜひ見てほしいな。この動画って、バグ技を紹介する動画の中では再生数が多いんだけど、コメント数も結構多いんだよね。私としてはすごく嬉しい。コメントは私にとってすごく励みになるから、何かしら書いてくれると嬉しい。みんな、待たせたな。マイクラの隠された都市伝説だぜ。もうこれは当チャンネルではおなじみだな。マインクラフトで世界的に遊ばれているゲームだからか、怖い話も多いんだよ。そういうのを私が少々はしょりながら紹介しているんだ。今年アップした都市伝説の中では、これが一番再生数がいいんだけど、都市伝説の動画って結構前からやっているんだよね。それこそ、マイクラまとめ曲設立初期からだな。そういうのって大体ストーリー仕立てになっていて、結構面白くて怖いんだよ。それが刺さったんだな。で、マインクラフトの都市伝説って言ったら、ヘロブラインが一番有名で、その次に、エンティティ303や、VLLR あたりが有名になると思う。私がそれらを初めて知った時、すっごい食い入るように見ていたんだ。それでこう思った。こういうのってもっとないのかってな、そんで長時間調べてみたら、出てくる出てくる、あまり知られていない都市伝説がな。
まあ、中には作り話もあるんだろうが、私は早速紹介したんだ。面白いよなぁ。あーごめんごめん。なんか熱くなっちゃった。この都市伝説の動画なんだが、当然、怖いシーンが結構あるぞ。それが一番の見どころではあるんだが、怖いのが苦手な人は無理して見なくていいからな。呪われるかもしれないし、それは冗談。とにかく、都市伝説は今後もやっていくつもりだから、みんなよろしくな。続いてはこの動画、ちょっとデリケートな題材になる、消えてしまったマイクラ配信者4000だぜ。まあこれはその名の通りだな。マインクラフトって世界中で遊ばれているだけあって、多種多様な配信者が、マインクラフトをプレイしている。しかし残念ながら、姿を消してしまった方が何人かいるんだ。復活してほしい、という意味を込めて、紹介しているんだ。ムッツンさんやケイスさんという方を取り上げていてな。当然、概要欄にチャンネルも記載させていただいているぜ。配信者を紹介しているためか、再生数も48万と、今年投稿した動画では結構高くなっており、コメント数も762件と、圧倒的なんですわ。まあ、それほど色々な意見が寄せられたってことなんだな。私としては、どの配信者にもリスペクトを持っているぜ。この配信者はこうするべき、ああするべき、とか、そんな恐れ多いことは言っていないから安心してほしい。私の動画だから見てほしいっていう思いより、マインクラフト配信界隈には、こういう人たちがいるってことを知ってほしいから、みんな動画を見ておくれ。わっはっは、また来てしまったぜ。都市伝説の動画。しかし、これは普通の都市伝説ではない。シード地の都市伝説だ。私は、謎のシード地と呼んでいるがな。まずマインクラフトにおけるシード地って、ワールドを生成する際に入力する、数字や文字のことを言うんだ。それでワールドの地形とかが変わるぜ。だが、特定のシード地を打つと、恐ろしいことになってしまう。そういうのを紹介しているんだ。この動画の再生回数はなんと、58万回再生と、今年投稿した動画の中ではトップクラスだな。みんな都市伝説系好きすぎ。さっきの都市伝説の動画の時には言わなかったけど、こういう系の動画を解説するときって、いつも以上に、語り口調というか、小説っぽさを意識しているんだ。ただ状況をベラベラ喋るだけじゃつまらないと思ったからな。それに、効果音もかなり厳選して、鳴らすタイミングもすごく慎重に設定しているぜ。こういう作業は全然大変ではないぞ。あ、でもこういうのはほとんどが英語で紹介されているから、翻訳作業が割と大変だったりする。内容を深く理解できると思えば、まあまあ楽しいんだけどな。余談なんだが、この動画の最初に、ちょっとしたエピソードを紹介しているんだ。これのインパクトが強すぎて一部視聴者が、都市伝説の内容が入ってこないと言っていた。それはマジでごめんなさい。最近はそういうのを自粛しているんで、やってほしいってコメントがあったらやろうかな。おすすめ動画は以上。みんな、動画を見よう。